こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿します。サムネイルはエビ酢漬けです。エビの酢漬けがサムネイルです。主食は白ご飯、ウインナーオムレツ、ウインナースクランブルエッグ、豆腐野菜炒め、これにスープを作って食べます。はい、肝心の体重を測っていきましょう。何キロでしょうか。今日は気持ちよく便通がありました。気持ちよくお通じがあったので体重 56.1、 だいぶ減りましたね。体重 56.1、 体脂肪率 14.2、 基礎代謝 1298、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 45.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.1、 体脂肪率 14.2、基礎代謝1298、内臓脂肪レベルを。はい、サムネイル、エビの酢締め、エビの酢のも、スクランウインナースクランブルエッグ、ウインナーオムレツ、白ご飯、豆腐野菜炒め、以上です。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。